青コーナーより小川明弘選手、赤コーナーより大野田祐樹選手の入場です。セミファイナルを迎えています。ディープフェザー級5分2ラウンドです。大野田祐樹対小川明弘の一戦です。黒いトランクス、髪色明るいのが小川明弘、青いトランクス、大野田祐樹です。ラウンド1、第1ラウンドが始まりました。オーロラ選手については、はい、まあ、キックボクシング的な打撃がすごくテクニカルでいい選手ですよね。はい、まあ、特に蹴りがすごくミドルキックですとか前蹴りがすごく綺麗で、うん、それで距離を作っていってうまくこういなしてやっていく
打撃で、あの、はい、作り上げ、そうですね、あのすごくミドルも蹴れる、しっかり蹴れる選手なので、そこが、まあ、あの長所かなと思いますね。はい、逆に、まあ、小川選手もやっぱり打撃寄りの選手だと思いますし、うん、まあ、どっちかというとそのパンチ寄りの選手なのかなと思っていて、はい、あのしっかりあの振り回すような打撃もできますし、あのコンパクトな打撃も出せるところなので、うん、まあ、そういうちょっと同じ打撃寄りの選手同士ではあるんですけど、ちょっと打撃の質が違う2人の戦いかなと思ってます。うん、はい、ボディを狙っていく小川、ローキックを見せるオーロラ勇気。小川も果敢に前に出ていきます。そうですね、あのオーロラ選手はあの打撃、まあ、ミドルもしっかり蹴れて、はい、まあ、すごくいいんですけど、ちょっと回転のスピード、打撃が出るスピードというか、はい、あの何発、1発2発3発っていう打っていくスピード感でいうと、まあ、小川選手の方がちょっと速いのかなというところがあるんで、はい、まあ、そこをあのうまくリーチと距離感で、あの透かしていくことができるかというのが一つポイントになってくると思います。逆に小川選手はその回転の速さ、あのテンポの速さで一気に1点突破するっていうのも一つ、まあ、作り方かなと思います、ね。はい、右が入った小川、もう一発。そうですね、あの頭を下げながらの遅れてくるような右フックみたいなのもすごくいいですね、はい、小川選手。左を見せる小川、打ち返していくオーロラ。ちょっと小川選手は背負わない方がいいですね、はい、あんまり。首相撲から膝、追っていくオーロラ勇気、ね、やっぱり首相撲からの展開もうまいですね、オーロラ選手、はい、まあ、膝ももちろんそうですし、離れ際の肘ですとか、そういう際のところの嫌な打撃っていうのもしっかりやり込んでるなという動きですね。さあそこの際ですね、お互い、はい、再び中央へ小川のジャブ。そうですね、小川選手はあのコンパクトなあのまっすぐの打撃と遅れてくる右フックっていうのを使い分けていくといいと思いますし、はい、オーロラ選手はもっと蹴っていいと思いますね。あの蹴り嫌だと思います、すごく、はい、小川選手からすると。膝、うん、いいですね、金網際の打撃すごくオーロラ選手いいですね、はい、うん、大振り。こういうところで多分オーロラ選手蹴っていいと思うんですよね。うん、いいですね、そうですね、うん、うまい。ワンツー、畳みかけるように前に出ていく。小川選手はあの振ってもいいんですけど、横に回った方がいいですね。背負ったままは良くないですね、はい、腕を振り回しながら突進していく小川。そうですね、ここでオーロラ選手は足をかけながら崩して、また隙間できたら肘打ったり膝打ったり、はい、でバックもあのできる選手ですので、バック取りに行ってもいいと思いますし、小川選手はこれ、早めに抜け出したいですね、この時間は、はい、残り時間1分、残り時間1分、膝を入れていく。アームロック的な形は作ってるんですかね、小川選手は。右腕を取っている状況ですね。そうですね、オーロラ選手の右腕をアームロックの形に捉えてはいる状態ですね、はい、コツコツ膝を当てておりますのはオーロラ勇気。ただこうやっぱり、オーロラ選手の、まあ、胴ですね、あの体の部分が自分の体に近い状態になっていると、はい、オーロラ選手がしっかりクラッチを組める、あのギュッと引き寄せることができる状態ですので、はい、そうするとアームロック取り切るのも難しくなってきちゃうので、はい、さあブレイクから再開、ジャブを打ち返すオーロラ、うん、やっぱりスピード感は大川選手の、はい、大川じゃないですね、すみません 小川選手の方が、はい、あのスピード単体で見ると速いんですけど、うん、オーロラ選手の方がタイミングがいいですね、はい、スピードは小川選手なんですけども、うん、それをうまく透かして速くはないんですけど、いいタイミングのジャブを打って、はい、結果的に当てて効かせることができているのはオーロラ選手っていうような形になっていると思いますね。的確に当てているというところですね。そうですね、はい、なんかこうタイミングが微妙にずれるんだと思いますね、はい、オーロラ選手のジャブってもう決して速くはないんですけど、はい、それでも当たるっていうのは
まあ、ちょっと普通のテンポと違うような感じで飛んでくるんじゃないかなと見ていて思いましたね。先ほどオーロラ勇気の方は蹴りを出しながらという話がありましたが、はい、小川はそれに対してどう相対していけば大事なのですかね。そうですね、やっぱりもうちょっと出入りを作った方がいいですね。多分小川選手はパンチで作りたいと思うんですよ、はい、でそうするとどうしても最終的に目指す距離は近い距離になってしまうんですけど、うん、はい、その距離でずっといると蹴りをもらい続けてしまう、うん、でかつ、まあ、蹴りを受けるとやっぱり体も流れてしまいますし、はい、パンチも当てられないと、うん、いうことを考えると、まあ、出入りをしっかりして逆に相手の蹴りを誘うような、はい、相手に蹴りを出させてそれを距離で透かしてその打ち終わりにパンチで攻めるですとか、はい、そういう組み立て方をしていいと思います。ジャブが当たるオーロラ、そうですね、やっぱり当たりますね、うん、早くはないんですけどいいタイミングで出していますね、はい。ちょっと小川選手足止まりがちなので、はい、もうちょっと動いていいと思います。パンチで作るのであれば、やっぱりこの足止めてのパンチ蹴りの交差ってなると、はい、キックボクシング的な要素も強くなってくるので、そこはちょっとオーロラ選手の方が得意としているフィールドなのかなと思いますね、はい。そうですね、上下しっかり動くのはすごくいいと思います、はい、ボクシング寄りの打撃を見せるっていうのも、小川選手の一つ突破口かなと思いますね。しっかり頭の位置を変えて相手の懐に潜り込んでボディでもいいですし、はい、頭だけ懐に潜り込ませて実はパンチは上を狙っているとか、はい、ちょっとそういう上下の動きっていうのも出していっていいと思いますね。ボディ、そうですね、ちょっとこれお互いにはなるんですけど、ちょっと試合の、ポイントをどっかで持ってきた方がいいかなと思いますね。はい、こう波というか、ここは明らかにこいつが取ったなっていうシーンをちょっと演出してもいいんじゃないかなとは思いますね、はい、そろそろ俺の時間ですっていう、そうですね、ここ明らかに自分が攻めてますポイント取ってますっていうシーンを作っていいと思います。いいですね、オーロラ選手の肘も良かったですし、はい、それにしっかり小川選手も合わせてましたね。ちょっとお互い手数がちょっとずつ少なくなってきているので、少しここで、はい、逆にペースを一瞬上げることができれば勢いもしかしたら持っていけるかもしれないです。ちょっと試してみる価値はあると思います、ね。はい、いいですね、ちょっと小川選手少し上げてきましたね、はい、スピードを上げていく、いいですね、コンビネーション。ちょっと急にペース上げられたんで、はい、オーロラ選手もちょっと面食らっているところがあるんですけど、はい、ただ今いいのいいワンツー打ち返しましたね。蹴りが入った。そうですね、ちょっと蹴り少ないなと思っていたときにいいタイミングで出しましたね、はい。まあ、ただ小川選手もいいですね、下がらずに、多分これはプレッシャーかけていいと思います。はい、うん、いい、フックのタイミングいいんですけど、はい、ちょっと当たりどころがあんまりピンポイントで当たってないので、はい、タイミングは合ってると思うんで、もしかしたらいいの入るかもしれないですし、もっと小川選手は振ってっていいと思います。それを制するようなジャブが当たってますね、オーロラは。ローキック打ち返す小川、小川選手はもう出ていいと思います、はい、ここは冷静にジャブを繰り返しているオーロラ勇気。そうですね、中途半端なこのぐらいの距離にいると、はい、オーロラ選手の距離なんですよね。ジャブがちょうど伸びきって、かつ蹴りも蹴れる距離、はい、もうちょっと気持ち半歩小川選手は詰めた方が自分の時間にできると思います、はい。出血がオーロラ選手もただおでこすごく腫れてますね。はい、そうですよね、多分右フックさっきクリーンヒットしたので、はい、それで腫れてると思うんですけど、そうですね、小川選手はもうちょっと山場作っていいと思います、そろそろ、はい、出血が見えております。小川勝負をかけていいと思いますね、はい、時間帯的にもう一回回転を上げることができるか。オーロラがパンチをまとめにいく、いいですね、ジャブがすごく、はい、フルスイングは小川もう一発、いいですね、二つ出したいですね、せめて、はい、一発だとどうしても追い切れないんで、
しっかり足も動かしながら、あの足その場でやっちゃうと一発当たってもその後相手が下がるともう追えないんですけど、はい、足前に出しながら、そうですね、いいですね、いいですね、すごくいいですね。オーロラ選手は逆にここで冷静に前蹴りとかで距離突き放してもいいと思います、はい、あ、いい前蹴り、いい蹴り入りましたね。そこから押し付けていく。ここで小川選手はもう突き放してもう1回仕掛けたいです、はい、オーロラ選手はうまくここで潰してますね、はい、ただオーロラ選手もここで組んでナーナーで終わりじゃなくてもう1回攻めてる姿勢を出して、ね、ダメ押しというかお互いに離れて、うん、打って終えたいですね。まあ、離れなくてもいいと思うんですよね、はい、セミファイナルが終わりました。この戦いは判定決着となります。そうですね、あんまりこう、そうですね、オーロラ選手のジャブ派手には見えなかったんですけど、はい、結構効いてるんじゃないかなと思いますね。コツ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 やっぱり当たり続けてると、はい、ダメージがだんだん倍々になっていくイメージになってくるので、でやっぱりハイですね、あの1回ハイがドンピシャでハイキックが当たった時があったと思うんですけど、ね、あれもかなり効いていたとは思います。オーロラの方もかなり晴れてます、ね、そうですよねさあ判定決着です。判定の結果をお伝えします。ジャッジは20対18、赤オーロラ、1人目オーロラ勇気、ジャッジ福田20対18、赤オーロラ、2人目もオーロラ、ジャッジ福田20対18、赤オーロラ、寄ってこの際3対2、判定で3対0、久々の勝利を手に入れたのはオーロラ勇気。激しい戦いでしたけれども、そうですね、まあ、ほぼほぼ打撃の展開だったので、はい、そうですね、やっぱりオーロラ選手のうまさが光った試合だったかなと思いますね。常にこう冷静に、そうですね、やるべきことやってるなという感じもしましたし、はい、そうですね、必要以上に勝負しないで、勝負するべきところで勝負をする、はい、ということができてたと思いますね。あのハイキックはいや、そうですね、ドンピシャでしたね、あれは繰り出しましたね、はい、まあ、しかし小川の方にもこのオーロラ勇気の顔にこう、いや、そうですね、しっかり爪痕は残しているので、ね、はい、あ、大原樹里選手も入ってまいりました。さあ、試合は2ラウンド3対1の勝ちで、このコーナーオーロラ勇気選手の勝利でございます。両者ともに白星遠ざかっていた中での戦いだったんですが、です、ね、見事にオーロラ勇気が制しました。しっかり勝ちを拾ったって感じですね、はい、まあ、この長くディープで一筋というところで戦い続けるファイターですからね、本当に古参という感じになってきましたね、はい、またさらに上のステージへというところでの戦いを見ていきたいものです。どうも、基本者からもらえて、なんとか弟のジュリーにつなげるために必死で頑張りました。ジュリー、2週間後の4月4日、まあ、暫定ですと絶対ベルト持って帰ってくると思うんで、何としても負けられなかったんで、勝ったと良かったです。何とか繋いだんで、あとはジュリーに全部任せます。ジュリーもお願いします。自身も、そして弟を巡るためにというところですね。そうですね。7月の4日の日曜日ですね。暫定王者決定戦が大原樹里対大木亮太というので争われます。楽しみですね、7月4日の大会もすごく楽しみですよね、はい、そこにつなげるためにもという意地の勝利を見せてくれましたオーロラ勇気、見事な勝利を挙げております。